従来のガソリンをはじめとする内燃機関のエンジン音は車の走り心地に重要な役割を果たしてきました。しかし EV の普及によりエンジン音が消えたことで車内が静かになる一方、エンジン車が持っていた心地よさが失われるという課題も生まれています。アフィーラではこの課題を解決するため、車両センサーから取得したアクセルや速度などのデータをもとに E モーターサウンドと呼んでいるバーチャルなエンジン音を生成して走りの臨場感を高めるためのコンテンツを提供しています。Eモーターサウンドの生成には実はプレイステーションをはじめとするゲーム開発でも採用されている技術が活用されているんです。ソフトウェアで生成するものですし、 Eモーターサウンドは様々なバリエーションを用意したいと考えていました。お客様としてもやはり自分好みの音を選べるとより楽しい体験になると思うんですよね。 Eモーターサウンドのバリエーションを制作するにあたって全く違う領域のサウンドをデザインしてきた方々のアプローチで制作したらどうなるかと考えました。そこでこれまでに様々なゲームのサウンドデザインを手掛けてこられた SIE さんのサウンドクリエイティブチームと一緒に新しいモーターサウンドを模索する活動を始めたのです。 Sony Interactive has a rich history of storytelling through sound by designing immersive soundscapes and engaging sound effects in some of PlayStation's most iconic franchises.This experience in interactive sound design felt like a natural addition to the Aphila brand. And personally, having worked in automotive gaming for the past 10 years, I couldn't be more excited to translate that experience into a real-life automobile. これまでのモビリティはメーカーが作ったものをそのままユーザーが利用するというのが当たり前でした。今後モビリティがどんどんソフトウェアデファインドになっていくことでユーザーが手を入れることができる領域が増えていくはずです。安全性に関わる部分とは明確に線引きすることは大前提ですが、私たちはこういった部分に様々なクリエイターの方々が参加できるようなエコシステムを作ることによって新しいモビリティの在り方を提案できるのではないかと考えています。